はい、どうもみなさんこんばんは、ポッキーです。今回もですね、青に2実況プレイやっていこうかなって思います。5階まで来たんだよね、確か、ニケちゃん。かわいらしいですね。ではやっていきましょう。はいはいはい。これ何ここの空間。怪しい。なんもないの怪しい。逆に怪しい。んでっ,だっ左に曲がろうとしたのに、こっちの奥に行けばいいってことでしょ、だから。広い部屋だな。 なんだこの線こうやってある線はなんだこれ閉じ込められる系じゃねもしかして。なんだ広いな。そしてまた、ニケちゃんどうやって打つのかわかんない暗号。何かが書かれている。あれ暗号じゃないのこれ。427355。あ、やっぱそうじゃん。数字入力するとこじゃん。うーん、これは多分ね、まだわかんないパターンだね。一番下の3桁ハテナの部分の数字を入れたらいいのかな わかんないですね、まだ。わかんない、わかんない。突破しましょう。突破しましょうっていうのはちょっと意味わかんない。あなんだ棚の引き戸が途中までしか開かない。奥に何かあるのが、あるが、狭くて取れない。に <laughs> けちゃんなら取れるでしょうどんだけ狭いんだよ、にけちゃんでも取れないって。かなんでにけちゃん普通にこの、なんていうの、と、と、と戸棚を開けようとしてんのどうした、にけちゃん。 なんか、ニケちゃんのイメージが全然変わってくるんだけど、ただのネズミじゃなかったんだね、君は。じゃあ、奥行ってみますか。え、ね、何これああーここに暗証番号入れたら、なんかダクトみたいなんが開いて、この中通れるようになるんだ。すげえ、ニケちゃん専用道路だ。ドアはびくともしないようだ。隙間もなく通れそうにない。ほう。さすがニケちゃん、隙間を探すあたり。 さすがですね。普通の主人公なら隙間探さないからね。ニケちゃんが探すのは隙間とチーズ。素晴らしいですね。でも暗号のヒントがどっかにあるはずだから、多分こっち側だと思うんだよね。はい。はい。もうなんとも思わないから俺。ニケちゃんが明らかな怪力で、あの本棚動かしてもなんとも思わない。タクトえ、なにタクトって スポイト的なやつこれもしかしてそうか耳かき <laughs> やけに先の尖ったものをゲットしたけどセーブしとくか出てきそうだしね青鬼ちゃんよし奥はなんだなんか本棚ちょっと変じゃないこことかあれでもなんもないやんー何に使うんでしょうね今のタクトちょっと相手見てみる 汚れてるが頑丈そうな四季棒。四季棒か。ということは、これで何かをほじくり出すんだろうな <laughs>。言い方。あ、なんだ。待って。今、今、ニケちゃんが喋ったね、チューってめっちゃ可愛いじゃん。押せるね。A は2、Z は7。A は2、Z は7。チューニケ <laughs> ちゃーんどうやってはてな、 なんていうのんみたいなをどうやって表現してるんでしょうねニケちゃんは。A はは2、Z 7? ということはそれとさっきのあれのヒントが何か関係してくるんだろうけどじゃあ式棒はどこで使うのって話になってきますよ。ほんとに。わかったここだこの隙間に式棒だ。よし 棚の中のもの中もを手繰り寄せたはあっ古びた部屋の鍵えニケちゃんどうやった <laughs> 俺もうこのセリフしか言わないニケちゃんどうやったあと何回言うか数えといてくださいこの動画でえー、っと古いなんだっけどこの鍵だっけ部屋の鍵古びた部屋の鍵ああなんか鍵閉まってたんだっけこのこっち あここだやっぱりここ隠れられてすんじゃねベッドの下あ無理なんだ前ベッドの下隠れられたんだけどね岩はさすがに動かせないなるほど何か書かれている A は南 Z は西つまり南南に2歩えなんか A イコール2だったよねでえっ、ー、と西に7歩チューかわいい これは動かせられないこっちはえ、何この謎の空間え、絶対なんかあると思うんだけど愛しくないえあみんな分かったかもこの部屋の数字7になってるわ数字の7に見えるでしょ部屋がそういうことか分かんないどういうことだろう <laughs> これどっから見て南に2、西に7なんだろうここの場所から南って行けないよねだって 南に前だから、この下の方だから、南行けないから、こっからかもしかして。あー、ちょっと待ってよ。1、いや、でもここも無理じゃん。え、どっから見てたこれ。皆さん、あのー、僕本当にわからなくてですね。<laughs> 本当にわからなくて、またこの展開かって思わないでください。ちょ、ちょっとだけね。 んとちょっとだけもうマンションの隣の住人の方に、これどうやんのって聞いてきたらですね、えっ、ー、と、これはですね、どうやら、どの方向から足しても、えっ、ー、と、13になるように作るらしいんですよ。まあ、縦横の話らしいんですけど、だから4、427で13、355で13、だから43で6、25で6、えっ、ー、と7、75で1、 つまりですね、661です。いや、これ本当にわかんないんだけど。<laughs> 急にこういう系出てくんじゃん。661。イエスイエスよしありがとう、隣の住民さん。かっこネット。はい。機械の蓋が開き、何かが落ちてきた。おぉ !4 階への鍵しゃー <laughs> じゃあ、あのー、なんか解いてない謎あったじゃないですか。あのー、なんだっけ。 方角のやつとか、あれはどうなのって思うかもしれません、皆さん。僕も思ってます。あれ何なんでしょう、一体。あ、でも、ちょっと待って、冷静に考えたらやっぱどっちみちここ、これ答えなきゃいけないもんね。で、ちょっと待ってよ。あのね、思うんだけどやっぱね、これ部屋数字になってるよね。これ3だって、3に読めるもんね、3って。で、さっきの部屋7だったから、いや、これマジであるぞ、ワンチャン。で、 あ、読んだ、これ。で、ちょっと待ってよ。さっきの方位のやつと組み合わせて、やっぱここ7っていうの合ってたんだよ。7に見えるっていうのを。なんかこれが当たってきたんだけど。なんか怪しいと思ったんだよね、左下。A が2でしょ ?A を2と当てはめて、2で次、南の部屋を見るんだ。で、Z が7。で、西の部屋を見る。多分そうでしょ北は上だよ、多分。 だから、えー、っと、まず A で、次南の部屋だから、南の部屋は下になります。4です。だから2、4、で、7、次が、えー、っと、西の部屋西の部屋が2だってことは、2、4、7、2。はいー。多分そうでしょう。2、4、7、2。いや、まじ、難しすぎーやったーでも 月子が開いた。えー、待って、これで5階ってことでしょほんとに難しいな。<laughs> 5階から急になると、あと、あの広告が、ちょっと、な、なんだなんか夏だからか知んないけど、プール系の広告多いな。とりあえず行きましょう。ネケちゃんの姿が見えない。心配。まあでもとりあえず、5階突破ーよっしゃーほんとに難しかった、ここ。地上はもうすぐ。た4階までやってきました。 うんんまたこういう系か。これ持ってけないパズル持ってけないか。ほんだら確認して。なんもない。うーん右の部屋から見ていきましょう。なんだ青鬼じゃねえネジ、ね、巻き。あっ。ドアが閉まる音がした。ちょっと待って。閉じ込められたパターンかな。もしかして。ネ、ね、ジ巻きを取っちゃうと閉じ込められちゃうのかなどこの部屋が閉じ込まったんだここ開かない。 右はうわじゃあ、戻すわ。おとなしく戻すわ。じゃあ、こんな。よし。おお、鍵開いた。どういうシステムじゃあ、ねじ巻きに変わる何かをはめるんだろうね。そう仮定して、仮定してとかかっこいいこと言いつつ。なんだうーん、はまりそうなものも特にない。 調べることも特にできない引き出しが開かない変わった鍵穴だ。これがねじ巻きなんじゃない違うかなでもなんもなかったね。変わった鍵穴。こっちもない。で、なぜかここ抜けてる床が。はいここかまさか。これあれですね。ここでは使えないっていうのもおかしいけど多分次への3階への扉なんだろうな。あれ全部探索したよな、俺。 Oh my god. そんなとこに隠しちゃダメ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 ー。ネズミなら気づけるでしょ。う。<laughs> おいなんだこの部屋 <laughs> 完全にヤバいやつ閉じ込めとく部屋じゃん。1、2、3、4、5。うわぁ、ダブルベッドじゃなくて、5ベッドだ。すげえ。な、なにこれ。いや、ただ重かっただけ。あもうとりあえず。やった小さなネジ これとさっきのネジ巻きみたいなのを交換できるってことかなもしかして。待って、青鬼が出てこないのが逆に怖い。なぜ出てこない青鬼。なんでだろうねみんななんだと思ううーんと、なぜ出てこないんでしょう最近出てこない。うわ、でもこれ絶対さ、これさ、あれ待って。ドアが閉まる音がして、ここで使うけど、 この絵がさ、青鬼なんじゃないのっ、<laughs> 鍵が開いた。来んのか来んのか来ないんかい来ないんかい来ない、来なかったな。これで、このなんか変わった、あれなんか変わったなんかみたいななかったっけこっちか。この奥の部屋か。変わった扉を、扉とか鍵穴に、差し込むんだ。ねじ巻きを。 やったぴったりとはまった全身を使って必死に回したって <laughs> 急にその頑張ってるアピーしてきたニケちゃんチュー引き出しの中に何が入ってるようだやったー突破しましたねまた。急に頑張ってるアピーほんと出てきたなぁ。<laughs> 全身を使って必死に回したって。今じゃないでしょ全身使って必死にするところ。さっきさぁ何個のベッド動かしたのということで地上。 地上じゃない、地下3階やっときましたどんどん行きましょうセーブも完璧でもう終わるんじゃないほんとにえー、なんか燃えてる嘘でしょ焼きネズミにはなりたくないけどうーんなんだこれはまた広い感じか部屋の形関係ないもんねここでは使えないここでも使えない部屋の形が数字になってるパターンじゃない,い,い青にも出てこない,い,い 火は燃えてる？こっちは。なんか光ってます。小さな箱。なんだ。もうそこも隠れられる。ガタガタできますね。これでたけしみたいに。小さな箱え、何人に使うんだだって。もうこの部屋しか使い道なさそうじゃない。小さな箱を。 向こう使えなかったもんね。あ、待って、ここ入れる。はネズミだけの。ドアノブ <laughs>。ドアノブがネズミのここに落ちてるってことは、俺のなんか、前に来たネズミがいたってことか。ネズミの癖仕上がって。ふざけんなよ。小さな箱ね、燃やすと思うんだ、俺。ここの火で。だって明らかにおかしいもんで、ね、ここで火燃やしてるって。二酸化炭素ばっかりになって窒息死しちゃうよ。ここでは使えない ド,ドアノブがないのかなそんな別にこと書かれなかったもんね。ドアノブ。ここでは使えない。あ、あ、あ。使えました。なんか、えなに骸骨チューえ、なにそれ、仲間ってことなにこれ。あ、仲間だわ。よく見たら仲間だわ。骸骨に見えたけど。なにやってんのここで。で、これが、 あれでしょ、2階へのとこで小さな箱をこいつの上にボーンって置く感じで潰すのかな噛んだりして壊せないかなあっあっ小さい箱を見知らぬネズミが噛み砕いてくれたいやニケちゃん自分でやれやなんでなんで任せた中から何か出てきたはっなるほど2つ組み合わせるパターンかありがとうなネズミ子 チューかわいいやつじゃねえか、なかなか。セーブだけしちゃいましょう。<laughs> 53枚もらえることどんだけ強調すんねん。なんでそんな中途半端やねん。逆に気になるな。なんで53なんだろう。ゴミってことかな、もしかして。最悪だな。普通にあった。<laughs> ちょっと咳込んじゃった。普通にありすぎて咳込んじゃった。僕の灰も心配してる。 マジかよ。普通にあったんだけど、組み合わせよう。二つの金属のかけらを組み合わせた。よっとーこれで、えー、っと、あの、左か。左のとこが開くってわけかな。ありがとうね、ねずみちゃん。俺の歯は脆いからさ、歯磨きを怠った罰だよ。ということで、こっちか。なんだええ、なにこれああ、びっくりした。なに、なにこれ <laughs> きゅ急に屋根、屋根が追加されました、皆さん。<laughs> え、な、なんでえ、なんで屋根が追加されたこれ、醜くしろ、みたいな感じ性格悪いぞ、ちょっとそれ <laughs>。いや、多分それだけじゃないんだろうな。青鬼が追いかけてくるとか、多分そういうパターンでしょ、絶対。え、どうやって行くんだね、本当に行けない前に。え、あ、あ、行けた行けた。いや、待て。これ、道の構造がわかんない。こうで、あー、はいはい。なるほどね。あー、わかった、道の構造をけはく。OK 地下2階やのか急に鍵のか、鍵の質変わりました。2階から。待てよ。ああ、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 ちょっと待って。やっぱ来ると思った。絶対来ると思った。予想してたから俺の勝ち。待てよ。よいしょよいしょよいしょえ。なんで音なくなったのよかったー。あぶねー。ああ、ああ。大丈夫ですか映像途切れちゃったかもしれないんですけど。 なんでこういういい時に限って俺が逃げ切ったのに一発で。なんでこういう時に限ってさ、音乱れんのうわ、もうパソコンにも嫌われてるし、青人のゲーム自体も嫌われてるし、悲しい。一緒に行くかあ,あ、こいつはダメだ。ということで、2階へ行きたいと思います。地下3階の脱出に成功。地上はもうすぐ。いや、ほんとにもうすぐ。さあ、あと少しだぜ。おっと、体育、体育倉庫みたいなとこ来たな。 やっと学校っぽくなってきた。<laughs> 今までもうただのダンジョンだったからね。意味わかんない。地下の。えーと。こういうとこもでもしっかり見ていこう。開かない。<laughs> え、何その開かないって。今まではなんか、引っかかってとかだったのに。あ、こっちも行ける。広いな、また。飛び箱の数とか関係してくるんじゃないあ、この奥のやつ読めないですね。なんも。こっち行ってみるか。開かないようだ。 中ええナイスナイスナイスそのパターン初めて <laughs> いやでも俺相当上手くなってるわ。青鬼から逃げんの。てかね、このね、この、この部屋に入るとね、絶対青鬼から逃げれるってこと判明してるから。この黒い部屋。黒いものが置いてある部屋。そこに逃げければ大丈夫。んー、案内場みたいなのあるけど。なんだ鍵付きのロッカーの横に何か書いてある。 はい、ロー。み、見て、見てる。見て、これ。え、なんて読むんだっけ、これ。あの、バカ丸出しなんですけど、ミドルですね。中間か。うーんと、だから上上下中間。なんかあるんだろうな、ヒントがどっかに。まとりあえず今はわかんないですね。ということで、まあ、さっき来た奥の部屋、こっち。瓦礫で通れない。 どうやって青に出てきたの瓦礫を駆け分けてきたのかなチューって可愛いね。たくさんの大きな足音が聞こえてくる。チュ、チューなんか今のたくさんの大きな足音が聞こえてくるってなんか死みたい。いケちゃんはお腹が空いて元気が出ない早く走る自信がないようだ。なんか来たよー追加要素ー何、何が食べたいんだいマジでえ結構早いちょ、ちょ 待って待って待って。結構速いぞ。大丈夫。一直線に行けば大丈夫。はい、逃げ切った一発。俺、本当に上手くなってる、青鬼。ね、その、スピードが遅くなったにもかかわらず、逃げ切れるっていうね。え、今はもう大丈夫なのお腹の隙。<laughs> お腹が空いて元気が出ないで、かわいいな。アンパンマンみたい。こっちか。えうわ、ん、何これ。 えチュ、チュー、いっぱいいる。ネズミの家族、チュ代表して答えてくれましたね。チュ、チュチュネズミの家族2ってやめろ。なんで数字、数字にしちゃった名前つけてあげてよ、ニケちゃんにもつけたのなら。チュー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 。チ <laughs> ュ <laughs> ーチュ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 チュー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 ニケちゃんだけかわいい。 ニケちゃんは無事地上に脱出してはぐれた家族の、えええ成功したのおめでとう、ニケちゃんモードをクリアしました。ハハハ終わりかーいお、終わりかーいいや、でも良かった家族の元に帰れる一番幸せほんとに。え、じゃあ最後のあの、なんか、俺が恥かいたさ、あのコインロッカーのあれ何だったのあれ。 ね本当、俺に恥かかせるためだけのものだったの本当に悔しい。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回、続きをプレイしていこうと思います。では、ポッキーでした。じゃ